に目をつけてんだと絡まれている。ヒラメはかわいそう。ハンバーガーショー、熱い戦い、ハンバーガーショー。徹底した社員教育行き届き、マニュアルにのっとり、同じセリフしか言えない。アルバイト学生に今日も戦いを挑みにやってきた。ハンバーガーショー、ハンバーガーショー、熱い戦い、ハンバーガーショー。いらっしゃいませ、こんにちは。なれなれしん、気安ご500円な、初対面や。ご注文を。適当に握ってくれ。いや、ハンバーガーのご注文を。チーズバーガー一つ。お飲み物はいかがですか。いらん。ご一緒にポテトなんかも。いらん言うたらいらん。いるときは初めから言う。新発売の照り焼きチーズ。しつこい。チーズバーガーだけで。こちらでお召し上がりですか、それともお持ち帰りですか。どっちも嫌。ご注文繰り返します。チーズバーガー一個で繰り返すな。お勘定は先にさせていただいてよろしいでしょうか。物持ってきてからやなかったら金払わん。お勘定は先にいただくことになってまして。決まっとんのやったら初めからそう言え。よろしいですか、なんて聞くな。なんぼや。230円になります。ほれ1万円札じゃ。1万円入ります。いちいち報告すな。優勢770円のお返しになります。ご一緒に数えてください。1、2、3、4、5。俺は子供か。チーズバーガー、お時間3分少々かかりますんで、しばらくお待ちください。金取ってからまた好きかい。それからさっき言うとき、くそーお前に責任者出てこーい。大企業のマニュアルにゃ結局勝てず、飲み物なしでチーズバーガー頬張って、怒りをぶつける場所もなく腹いせに、トレイをゴミ箱に捨てたった。ハンバーガーショー、熱い戦い、ハンバーガーショー。もしも俺がハンバーガーショップに勤めたら、こんな応対してやるぞ。いらっしゃい。何にする。何にしようかな。はよ決めや。はい、じゃあチーズバーガー。チーズバーガーだけでええんかい。お前チーズバーガー頼んだらコーラかなんかも注文するやろ。じゃあコーラ。ポテトはえセットで安なっとんねやね。注文じゃ損やぞ。じゃあポテトも。新発売の照り焼きバーガーで。だけど そんなに食べられないし。俺が勧めたもんが食えんちゅうのかい。じゃあ それもここで食うんか、持って帰って食うのか、どっちや。 お持ち帰りで。ここで食え。その方がこっちは楽やね。ここで食え。はい、じゃあここで。金払え。おいくら。690円。安いやろ。1000円かい。釣りはいらんな。いや、釣り。景色すんな、ボケ。ほら、出来上がりや。さあ食え。で、うまいか。はい。せやろ。早く食え。牛が使いとんねん。トロトロしとったら行ってまうぞ。ごちそうさまでした。よっしゃ。明日も来いよ。絶対来いよ。コナンならこっちから訪ねていくからな。顔は覚えてるぞ。ハンバーガーショー、ハンバーガーショー、熱い戦い、ハンバーガーショー、ハンバーガーショー、ハンバーガーショー、熱い戦い、ハンバーガーショー。
独り言シリーズ。しょんべん小僧の独り言。ああ、うんこがしたい。独り言シリーズでした。という字は木を書いて漢を書いて、その横にまた木を書いて、その下に若冠を書いて、その下に米という字を斜めにしたやつの左と右と下を囲み、その下にカタカナの火を書いて、右にちょんちょんちょんと書くのよ。式に招待されて、花嫁からブーケ
けを奪ってくる。子供が生まれた友達の家に遊びに行き、赤ちゃんとツーショットの写真を撮ってくる。オーストラリアのパンフレットを眺めては、ねえコアラと私とどっちが可愛いか確かめに行こう。シャツを買いにデパートへ来たはずなのに、気がつきゃなぜかそこはかぐり場。映画館の暗闇、婚約指輪は給料の3ヶ月分です。 CM が流れた途端、君は肘で僕をツンツンと小突いた。もう後には戻れない、引き返せない。昔流行ったラブソング、ギターに乗せて歌うしかないか、決めるしかないか。何しろ君はもうすぐ26。僕の髪が肩まで伸びて、君と同じになったら、なんていう時代じゃないけど、結婚しちゃおうか。厳しかった門限もなくなり、部屋で肉じゃが作ってくれる回数も増えて、生野菜食べなきゃビタミンのバランス考えて、あなた一人の体じゃないんだからね。エプロンもパジャマもずっと部屋に置いてあり、前は危ない日が多かったのに、安全日が多い気がするのは、僕の単なる思い過ごしかな。電話してもぶっきらぼうだった君の親父も妙に愛想よくなり、一度食事にでもいらしてくださいねと、お袋がさらに輪をかける。の手帳をちらっと横目で覗いたら、大安吉日に丸印がつけてある。僕の友達にいつもお世話になってます。何しろ君はもうすぐ26。古いギターをポロンと鳴らそう、白いチャペルが見えたら、仲間を呼んで花をもらおう、結婚しようよ。もうすぐ君の26の誕生日、思い切って打ち明けるつもりさ。打ち明けた後、君は瞳に涙を浮かべて、きっと錯覚だろうけど、ガッツポーズをしたような気がした。もうすぐ春が便器を肩に、お花畑の中を散歩に来るよ。そしたら君は窓を開けて、エクボを見せる僕のために、僕は君をさらいに来るよ。結婚しようよ、結婚しようよ。
転車。自転車で商店街走っていると、俺の真向かいからおばはんやってくる。おばはんも自転車に乗っている。俺と一直線上こっちに向かってる。このまま行ったらぶつかるな、けど俺が避けるの尺だし、おばはん右に避けるかな、けどちょっと左に傾いとんな。ほなしゃあない、俺が右に避けてやろう。こらこらおばはん、同じ方向に避けてどないすんねんな。ほんなら俺は左にこらこらおばはん真似すんな。あーぶつかる、あらおばはん自転車降りた。市民の星になれ。ああ
あ、それバント来たらガンと来る、ドドンとあれがこうなって、ビビンと感じやガビンと一個と一個バリバリドドンガドン、金ドスのパッパッパギャッと叫んでピコピコ、バチャンガチャンのバチンと一個ガチガチジャンジャンブラブラ、あ、それギヨンコ歌はギヨンコ歌はドンガラッシャガシャガシャプッパ。ごめん、友達だってば。うん、女週末 NG になっちゃった、申し訳ない。っていうか友達がね、どうしても相談に乗ってほしいっていうのよ。うん、さっきの、そう、女本当だってば。あ、ちょっと待って、電話ちょっと待ってね。もしもし、あー、どうしたの、何。あー、こないだね、助かった。うん、タクシー拾えなくてさ、またお願いね。うん、いや忙しくてさ、今電話中なのよ。また何かあったら電話するわ。じゃあね、お待たせ。うん、友達よ。女よ、同僚の子。何の話だっけ。そうそう、来週は必ず。うん、浮気しないでよ。バカ、するわけないじゃない。あ、まただ、ちょっと待ってて。はい、どうしたの。あなたのこと考えてたの。愛してる。え、週末ダメになっちゃった。仕方ないわね。愛してる本当。じゃあいい、来週。うん、
いいに決まってるじゃない。あ、ちょっと待って、週末空いたわ。友達が、来週にしてって。そう、女の。オッケー。もうエッチ。じゃあ6時にバイバイ。もしもし、愛してる？相談に乗ってたの女の子よ。あなただけよ、決まってるじゃない。ねえ、愛してる？あたしも。あなた一人だけに決まってるじゃない。長ズボン、半ズボン、革のズボン、肌ジュバン、長ジュバン、背の順番、イカの手ジュポン、タコの手ハポン、ポンジュース、今日の晩、飯たらそばでかまん。日本バレ、うーん、
後ろ姿はいい女、後ろ姿はいい女、前に回ればダオダオ。喋らなければいい女、喋らなければいい女、口を開けば帰れ。これで終わり。この見方は今も思い出すあのシーン、脳裏に焼き付くあの場面、俺じゃ休み時間になると我先にグラウンドに出て場所取りをする、日曜日の虹という形のコートの中でゴムのドッジボールを投げたり打ってたり、右に投げるふりをして左に投げたり、横目を使い意外な方向にボールを投げる、当たればコートの外に出て中のやつに当てる、気迫に満ちた真剣勝負は時にアクシデント誘う、思い切り投げたボールが奴の顔に当たった、バチンとものすごい音がしてやつは倒れた、なんとか立ち上がったやつは鼻血を出している、鼻血を出しつつやつは必死でこう叫んだ、顔面セーフ泥だらけで、顔面セーフすごい迫力、顔面セーフもう分かったけど、その前に鼻血を吹けよ、三角ベースも子供のレジャー、ゴムのボールが主役、自分でボールを掘り投げて自分の手で打つ、一チーム二人でも三人でもできる、アウトと宣告されたあいつが猛烈に抗議してる、止めらんな、だからセーフ、帰ってくるとお母さんは必ず言うのさ、やっぱり家が一番ね、ほな初めから旅行に行くな。
ジャージー、ジャージー、とっても楽やね、シワにならないし、くつろぎのジャージー、ジャージー、ジャージー、 T シャツと合うね、冬はドテラもトータルファッション、伸びる縮む寝巻きにもなる、銭湯コンビニカエランドリー、クラブの部室に脱ぎ散らかされて、下駄もサンダルも合う、オージャージー、マイジャージー、ズボンの下にも履けるさ、もう逃れられない、ジャージーオーマイマイ、カモンジャージー。Um, um, 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 um